面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。人間の肉が食いたい、肉が食いたいぞというわけで殺人鬼の方でやってまいりました。肉が食いたい、上質な肉が食べたいという感じで、いたな、もういたな、売れた女の肉だ、売れた女の肉とここでいじっている女の肉お一緒じゃないか。いや、まあ、そんなわけでね、肉が食いたいということで、実は、先日ね、肉を食べに行ってきました。あたらないな、このお料理じゃん。肉を食べに行ってきました。あ、すごいかな、ふっと、実はね、こう動画を撮りに肉屋に行ったんです、そしたらね、実は視聴者さんがそこに店員でいて、で、そこでスタッフとして働いてる方がね、実は私の動画を昔から見ていただいてるっていう方がいたんですが、どうもありがとうございます。しかもね、デジカメ直撮りの時代からね、さらに至ってはこのデッドバイデイライトまで見ているという、ありがとう。今まさに見ていてくれてるんでしょうか。先日のお肉とても美味しゅうございました。もうかぶりついちゃったもんね、まあ、詳しい動画はなしみかんっていうチャンネルの方で上がりますので、気になる方はチェックしてみて、概要欄にチャンネル貼っておきます。いやー、うまかった。人間の肉じゃないけどね人間の肉じゃないんだけどね。ここでいじってるのは結構致命的だぞ、人間よ。ここはいじりづらいからな、脱出しづらいからな。ほらな、今ので肉をそぎ落とした。おいしい部分をぬ、おいしい部分をね、そして炭火じゃない、そう、そこの店ね、薪使ってるんですよ。薪でちゃんと焼いてんのね、うまいったらやしな、ほんとに。信子の肉も薪で焼いてやろうか、これで焼くか、これで焼いてやろうかな、女の肉を、滴る女の肉を焼いてやろうか。そんなわけで、私おすすめしたい映画は食人系の映画で、ハンニバルって前ね、ちょいちょい進めてたんだよね。羊たちの沈黙を進めてたんだけど、まあ、ハンニバルをちゃんと進めたことなかったよね。生放送でちょっと触れたんだけどね。まあまあ、羊たちの沈黙の続編となるもので、こっちに来てたの？まあ、もう有名すぎるシーンがいっぱいあるけどね。アンソニー・ホプキンス氏と、ジュリアン・ムーアだったかな、本当はね、羊たちの沈黙っていうのは、ジョディ・フォスターがやってたんだけども、続編に、なんかやりたくないっていう話だったみたいですね。でジュリアン・ムーアが代役として、抜擢されたと。こんにちは、本日は知り上がって女どもめ、美味しい女の肉をブランブランさせながら、この辺にみんないるけども、そうね、ほんとハンニバルの、なんだろう、このエグさと、やっぱアンソニー・ホプキンスのね、なんだろう、獣みたいな演技、もうその辺、そこら中見るな、参ったな、これ。もう肉が大量にあったら迷うじゃないですか。例えば美味しい牛肉、豚肉、鶏肉とか並んでたらね、どれから食べようかなみたいな、迷うでしょ。私もそんな感じ。お弁当はどこ、何から食うみたいな、好きな卵焼きは最後に残しておくみたいな、そっち行ったか、そんな感じで、ね、迷いに迷っちゃうよね。なんかいじってる音も聞こえるから足速えな、なんかなんだろう、これはいい筋肉がついてそうな女だよな。よいしょ、いただきます。さて、行こう。そこでね、
肉釣りフックにねかけてから薪でじわじわと、いや、いるぞこれ下にいるぞ、じわじわと焼いてやるからな、絶対この中にいるから。おい、信子はどこに、そんなところで何やってんだおい。アイテムでも取りに来たのかな、この地下室に。しかし残念ながらこの地下にいるのは私だ。殺人鬼、サイコパス、食事のカニバリズムの私、ベルクラでございます。カニバリズム系のやつはね、前も紹介したグリーンインフェルノとかね、まあ本当にただし食人族っていう映画とかね、うん、言ってみたら、暗い森とかもね食人系だしね、うん、そういう感じなのでね、ちょいちょい進めてみました。まあ食人といったらもうハンニバル・レクターを差し置いて、いないやろうと私は思います。美食家だからね、人間も平等に他の動物と一緒のように食べるっていうこのなんて凄まじさね、うん、ハンニバルやなんか美学ん、おい、それちょっと待て、日本に1台しかない肉釣りフックなんやそれっていうね、おい、怖い。その店も実はなんていうか日本に1台しかないもので、焼いてるすごかった、見せてもらったけど、うーん、これは男の肉か、でもいい筋肉がついえそうだ、ジェイク小僧よ、その箱に、やろう。抵抗された方が私的にも興奮していくから、うん、いやそんな話をしていたらね、ツイッターの方でもよし、長崎に親がやってる店があるんでぜひ食べに来てくださいみたいなね、お声かけていただいたりとか、ありがとうございます本当に皆さん。食べに来たけどちょっと長崎ちょっと遠いってのもあるね、美味しいものに目がないからね。トマトジュース、そう、あのね、ビネガーソースとかなんかもういろんなソースが揃ってて、今画面に飛び散ったようなね、あら、あら、なんやもう、そういうのを、滴り落として、これ無理やな、どこも無理やな、しゃあねえ、これちくしょう、こいつの肉を食いたかったな、この薪で後でしっかり焼いてあげるから、絶対助けに来るこれを。ただもういいでしょう、あ、そっちね、上は音聞こう、いないな、いないな、うん、オッケー。であと一つね、今回ね、ちょっとしたアンケートの方を取りたいかなと。 Hey come on baby、 おっと、なんか隠すいた、なんだなんだこれ、そっちか、んー、この辺全部もう壊しときたいな、アンケートを取りたいかなと。ちょっとね、解説動画を作るにあたって、こっちだ、戻っていくがよろしい、ここに絶対に来ると分かっていた。参考にさせていただきたいものがありまして、アンケートを取ります、うん、右上のね、びっくりボタンの見ていただけたら分かるかなと思うんですけども、クリックしたらアンケートの方が出てくるので、まあよかったらチェックしてみてください、うん、同じことをツイッターでもね聞いたりしてるので、その辺ご協力していただけたらと思います。後ろで誰かがパタンコやったな、おい、もう元気になったの、さすが男の子だね。あら、階段に入れなかったよ、向こう側に抜けたと思いきやこっちか。あれ、これまた肉フックない、いや、ないな、この辺めんどくさいなこれ。おっと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 、待ち待ちなさい、あなた、おい、戻ったな、分かっている。おいおい、どこに入ろうというのかね、どこに行こうというのかね。そこでロッカーに入ろうとしたか。最後の抵抗だな。待て、これ。やり。いやー、これ、もう仕方ない。この、
ジェイクを餌に、あ、これ壊しとく。ジェイクを餌に、おびき寄せましょう、残りの一人の生存者。っていうかもう、それがね、肉フックを壊した、貴様への罰だぞ、ジェイク小僧よ。こっちはどうだ？いじったとあるけど、ちょっと、ここ、壊して、で、板も壊しておきましょうか。この辺立ち回れるとめんどくさいし。よいしょ。で、奥ね。あ、救われたな。さあ、こっそり近づいていきますよ。痛い。女に助けてもらったか。やあ、ローリーちゃん。君の美味しい肉をいただけないか、私に。お、その家に入っていく？そう、実家なんですよ、私のおばあちゃんの家なんですけども、ドタ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 、あの土足で踏み入るなんて許されないことだ。なあ、日本人なら靴を脱いでほしい。日本人じゃねえ、そういえば。すまん、ローリーちゃん。君は日本人じゃなかった。そうだな、戻るだろう。あれ、奥行ったか。やるねえ。分かった、近道をしよう。こうだ、こう行く。こう行ってと見せかけてこう行く。戻ってるな。こう行ったと見せかけて、こう行ったと見せかけて、やろうやるな。やろうではないな、小娘。まあさすが殺人鬼の妹だけありますよね。殺人鬼マイケル・マイヤーズの妹だけある。さて、動かした跡があるか見てみよう。動かしてるねー。こっそりリペアしてきたな、これ。はいよ。いや、絶対この辺いると思うけどね。あ、違った。壊しようかな、この板。この上は。あ、そっちか。オッケー。サプライズ。これがね、レイスタンのいいとこです。レイスタンほんと可愛いからね。これもう持たない。どうせもう近くにあれないから、肉服ね。あの子はもう苦痛を与えますよ。出血死という苦痛を与える。さあ、どこだ、どこにいるのかね。絶対にこの辺来るから。この上がもう発電しそうなんだよね。発射しそうな感じなんだよね。この奥は？大丈夫か。いや、戻ったかな、これ。行ったかな。あ、助け絶対行ったな、これ。奥行きましょう。絶対来てる、あの女。そっち。絶対この辺いる。絶対戻るけどね、あれね。間違いなく戻るけどね。もうリカバー終わってますからね、あのジェイクはね。とりあえずこっちの奥を確認してみましょうか。あ、こんなとこ非常口あったんか。あ、いる。おい。ちょっと待って、嘘。まさかの。マジか。やるな、あの女。いやー、でもね、全力で抵抗していただけた方が、美味しいお肉になりやすいから。コントローリーちゃんってね、あの見やすい格好してるんだよね。うん、ごめんな。私の美味しいお肉になってほしい。美味しいお肉になってほしい。あれ、間に合うかな、これ。間に合うか。もう発電しそうだったんだね、上も。オッケー。で、レイスで、ジェイクね。大丈夫かな、あれ。多分、非常口ここだから、間に合わないと思うのね。ただ、見つけて肉フックに釣った方が点数的にはいいんだけど、もう、ね、肉フックを破壊しまくられてるから、これは無理だよね。来てないよね、こっちに。いるか？ん？あ、無理か。いた。いや、無理だ。やめとこう。金でも鳴らそう。これが君の葬式の金だ。
なんちゅう悪趣味なんや。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。もしかしたらあなたが住んでいる、あなたが経営している、あなたが勤めている店に私が出没するかもしれません。その時はどうぞよろしくお願いします。お疲れ様でございました。皆さんの良きゲームライフ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。